はい、皆さんこんにちは、どうもガチモです。今回はですね、任天堂さんと光栄テクモゲームズさんから出てるゼルダ無双をねやっていきたいと思いまーす。っていうか、おい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 、最初から BGM かっこよすぎるやろがーいっていう感じですけども、いや久しぶりのまあゼルダシリーズ、無双シリーズですよ。やっていくか。デカこんにゃくをね使ってやっていきたいと思います。レジェンドモード、伝説となった物語を体験するモード。フリーモードはクリア済みのシナリオを好きなキャラクターで遊びます。アドベンチャーモード、様々なバトルをしながら冒険するモード。なんかね、このアドベンチャーモードっていうのがちょっと気になんだよね。うん。ギャラリーは集めたイラストや獲得した、メダルを確認します。なるほどな。 OK。まあ難易度は普通でやっていこうかな。体力ゲージ、オンの方がいいね。うん。OK。音量設定とかはまあ、もうちょっと下げる？このぐらいかな。あんま変わってないけど。よし！じゃあ行くぜ。レジェンドモード。これマスターソード？もしかして。今さっきのもうちょっと聞きたかったな。懐かしいね。ゼルダインパ、うん、これ読まない方がいいタイプのやつやな、うん、みんな見ていくか。それは俺や。ガチイモや。誰だ。ベーンってなっとったよ今。いつの間に雇われへんなっとんや、リンクがね。ハイラルの郊外より魔物の群れが現れました。すぐに戦いの準備を。おい、あれ王女様じゃねえか。ゼルダ様がなんでこんなところに。ゼルダってソードを持って戦えるんだ。ゼルダ様が苦戦しているらしいぞ。戦いに行くんだよ。いいね、こっから始まるのか、もしかして。あ、懐かしい。妖精の泉とか言ったらこの音楽よね。あとセーブ画面とかね。懐かしいなぁ。今ね、説明書見てます。やっぱこういう時間にね、説明書読まんと。素材を集めると、バッチ屋でバッチを作ったり、薬屋で調合薬を作ったりできる。手に入る素材の種類は敵によって異なります。同じ敵からでもまれに珍しい素材が手に入ることがあります。なるほどね。まあ、ランダムでレアドロップすると。お？なんかいつもと BGM 違うね。ちょっとだけアレンジされてる。ハイラル平原、懐かしい。お、 Y で攻撃、 B で回避。多分 A があれやろうな、無双ゲージ貯めてみたいな。あーで X があれか、強攻撃か。ほらー、ドーン。やばい。懐かしい、この武装の感覚。
インパと協力し謎の魔物軍団を撃破せよ。オーケー。インパってこっちにおるんか。画面右上のレーダーを見て、ここか。あった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 。よし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 。でこのね、まあ普通やったら関所を守っとる武装シリーズはね、関所を守っとるちょっと強い、まあ、指揮官みたいなやつを倒していかないかんないけど、そういうことだよね。敵を倒すと必殺技ゲージが1本たまります。丸え A を押すと、必殺技ゲージを1本使って強力な技を繰り出せる。 OK。 じゃあこの盾持ちのね、これがまあ指揮官っていうかね、強いやつだ。うおー、回転切りやん。おい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 、妖精どこにおる、どこにおる、妖精どこにおる。あっ来た。ありがとう、私妖精のプロクシー。プロクシーか、なにこれ。 L1 押したら L1 っていうか L は1つしかないけど、あっ2つ L。 あっこれか、注目できるのかな。よしオッケー。じゃあこのゲージのある強いねモンスターだけとりあえず倒しとかないといけないんだよね。オッケー。何これ何これ。あー、ミスった。しかしかっこいいな。急ぎましょう。オッケー。これジャンプないないのか、回避しかないね。よし、行くか。防衛の砦で進軍せよ。 OK。 あれあれ、なんか殺されとんやけど。ダメじゃん、倒されちゃってるじゃん。おっ、来た。これがリンクたちと相反する敵の組織か。灼熱教室戦士、読めんかったわ。 L を押すと近くにいる敵が注目され常にカメラが向くようになる。なるほどね。注目している状態で、R スティックを左右に倒すとカメラが向く対象が可能。 OKOKOK。 バルガ、バルガさんよりも、ちょっと待って、これ取るわ。バルガさん注意してあげろやい。ほらくらえ。よし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 、いい感じ、いい感じ。バルガさんはおっとか、ほらほらほら。よし、敵は特定の攻撃を出すときに隙ができます。このときにウィークポイントが、ウィークポイントゲージが表示されます。オーケー。ゲージが出ているときに攻撃を当てると少しずつゲージを減らすことができる。ゲージを削りすぎると強力なウィークポイントしましを繰り出せる。なるほどね。削りすぎるって削り切るとか、これか。今出たね、半分ぐらいなんかあったな。よし、小僧俺を怒らせた、すごいな。さっきドラゴンみたいになってたもんね。これ右手がドラゴンになってるやん。あ、まとめて葬ってくれる、いいね。え、まともに食らったぞ今。トライフォース、マジか。今手にトライフォースがあったな。見た、これどうやったらなんかつけれるんだろう。これね、うわっ
おらっ、よっしゃい、オーケー、あいつを倒せと。オーケーオーケー。しかし Wii U でもね、敵がめちゃんこおるね。これは楽しい。処理とかもしっかりされてるわ。重くもないしね。おらっ、リザルフォス、こいつ出た、こいつおったな、強かったよね、あの時のオカリナとかで。洞窟の入り口開門、 OK。 なんかアイテムでもありそうやな。宝箱出現やって、いいよ。魔法の壺を取ると魔力ゲージが回復する。魔力ゲージが満タンになると魔法、魔力解放を 発動できる。魔力、よし、ほら、もう500体も撃破した。やっぱ無双はこの爽快感だよな。ほんと操作はねシンプルなんだけど。 OK、 YY 出るか、あの音、もしかして来た。懐かしい、爆弾を手に入れた、投げて敵に爆発を当てろ、道にある岩も壊せる優れもの。へえ、じゃあ本当にゼルダのね、今までのシリーズのこういうギミックがあるんだね。ZR、 ZR では爆弾などのアイテムを使用したアクションを出せる。 OK、 実は今まで R 使ってないな。あ、 R は魔力ゲージが満タンの時に魔力解放だって。 OK、 よし、あ、これか、めっちゃ投げるやん、めっちゃ投げるやん。これあれか、待って、ちょっと確かめてみる。あれ、これ無限に使えるの、もしかして。使えそうだな。だってあの画面左上の爆弾の右のさ、黄色ゲージってあれ無双ゲージだよね。あ、弓兵がいる弓兵がいる、かわいいな。多分正面から見たらめっちゃえげつない顔しとんやろうけど、あれ助けてやりたい。オッケーオッケー、援軍行くよ、待ってくれ、開けてやろう、ほい、よし、入れるの、おら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 これ楽やな。どんぐらいの威力なんかちょっと分かんないけど、よっしゃよっしゃ、オーケー、魔力ゲージも貯めたい。爆弾で道を開いてくれました。そうだよ、行こうで、こっちか、 OK、 助けに行こう。ゼルダやん、これどれ、ゼルダ、ゼルダ結構背高いな、ね、リンクより背高いよ。リンクちょっと中腰になっとるからな、腰を入れてね。謎の魔物の軍、援軍か、魔導士、オッケー、おー、いろんなアクションあるな、かっこいい。よし、倒しに行くか、ここら辺のやつも倒して、結構お金も貯まってきたな。おらっ、いやー、敵の砦を制圧して味方の砦にすると、敵の増援を止められる。制圧するには砦内の敵を倒してマップ下に表示される砦勢力ゲージをゼロにする。なるほどね、 OK、 じゃあここら辺のやつも倒さないかんのやね。オッケー、よし、
でもほんと感覚的にできるよな無双って。まあ、実況やったらねこうやって話しながらやらないかんのやけど、実況じゃなかったらねみんなもう何も考えずにただひたすら目の前の敵を倒すっていう感じでもまあ楽しめるって楽しめるよね。だけどそれだけじゃクリアできないのが無双っていう、難易度を上げれば上げるほど敵がね強くなっていくんだよね。砦ボス出た、どこにおる、おった、よし、オッケー、ここ制圧したな、こいつらも倒して、あとこっちにこっちの砦まだ制圧できてないから先に制圧するか。よし、魔力ゲージが満タンの時に R を押すと、これやね、魔力解放できる。魔力解放中は攻撃速度が強化され、攻撃を受けてものけぞりにくくなります。また一定数の敵を倒すことにさまざまな効果を得られるボーナスが発生する。また魔力解放中に A を押すと、魔力ゲージを全部消費して相手を強制的にダウン状態にする。ウィークポイント技を出せる。じゃあボス戦とかで使いたいな。ボスに効くんかちょっと分かんないけどね。おいおい、ちょっと使ってみよう魔力解放。あ、これか、まあ、無双シリーズならではのやつだね。よし、あ、おった砦のボス、砦ボスっていう名前がほんとシンプルだな。 OK、 じゃあレーダー右下のあれ援護に行こうかな。砦ももう制圧できそうやな、先に砦制圧した方がいいような気もするね。めっちゃおるやん中ボスみたいなんが。こいつからやるか、おらこの組み合わせや。よしで爆弾投げたろ、ほら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 爆弾だけでもクリアしようと思えばできるような気がするよね。まあでもそこまで威力ないんやろう。おいおい、やばい、あ、今ウィークポイントした今。おー、かっこいい、ナイス、何今の、あ、溜めれるんだ、いやー懐かしいな、いやーみたいな感じだったね、あの時のオカリナの時は、ね、回転切り、いやいやいやーみたいな。この世界に100匹いる黄金のスタルスラ、懐かしい、倒すと手に入るイラストピースを集めて完成させるとご褒美を獲得できると。黄金のスタルチュラーはバトル中に特定の条件を満たすことで出現する。クモの巣の範囲内のどこかに隠れております。一定時間が経過すると逃げてしまう。隠れている黄金のスタルチュラーの情報はシナリオセレクト画面で確認できます。特定のキャラクターや武器でバトルしないと出現しないものもあります。なるほどね、まあこういうやり込み要素もあると。なかなかやな、なかなか作り込まれてあるな。ここにおった、おい、 OK、 ほんとジャンプないのかな、ジャンプないもんね、回避だけや。よし、ゼルダをね守り、ちょ待って、ゼルダ守りに行きたいけど、その前にスタルチュラ取りに行くか、せっかくやしね。ここら辺アイテムだらけじゃん。こうやってキャラクターをね進化させていかんと。あった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 、ちょっとここら辺にも、あ、これ進化しないんかな、待って、左側から音がする、ここら辺、
待って、ここら辺におるよな。音がするよね。この外か。あ、あった。やった。黄金のスタルチラを倒した。イラストピースを手に入れた。 OK、 やったぜ。よし、行くぞ。いや、しかもこれあれだね、一シナリオが結構時間かかるからやりがいがあるよな。やばい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 、魔物軍が結構進軍してきてる。早く倒していこう。この回転切りで倒したい。気持ちいいな。あ、セルダセルダ一騎打ちしよっとくん。あ、ここ爆弾で壊せとね。はいはい、任せてください、女王様。なんだこれ、なんだこれ。北より敵が攻めてくる。オッケー、北に行こうか。よしよし、これでどうすんだ、ゼルダ姉さん。大妖精様に祈りを。魔法陣を使用しよう。え、魔力回復。あ、出た。しかもこの BGM もちょっと変わってる。懐かしいな。おお、あ、ゴロンや。おお、おおっていうやつやん。え、なに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 、すごいギミックか。こっちの軍を援護してくれるギミックかな今のは。これで敵の数を少しは減らせたはずですっていうことやね。そういうことや。ミッション成功。 OK。 だからああいうギミックをしっかり使っていくことによって、まあこっちのね、こっちをうまいことまあ倒していけるということやね。こっちが敵味方はやる気を持っています。やる気が高いと明るく輝き強くなります。やる気が低いと暗く沈み弱くなります。なるほどね。じゃあ左が、青が一番強いってこと。あ、そういうことでもないんだ。あ、左側があれだ、味方で右側が敵ってことか。じゃあ敵が赤かったら強いってことか、味方が青かったら強いってこと。なるほどね。おった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 、こいつ、おら、やっぱり無双ゲージをしっかり使っていかんと。35キルもしたんだ今。やばい、今です。あのウィークポイントの時に普通に攻撃するだけでいいんかな。相手に入れ使っていく。あいつしっかりガードしたと。なんか出てきた。豪炎強角竜、キングドド、キングドドンゴ。よし、もう1500体も撃破した。やるね。うわ出た。うわー、やられたか。配送って書いてたね。仲間ちょっと逃げちゃったよ、まあ、しょうがないよね、ボスだもん。強いよ。待ってろ、僕が援護しに行こう。てってててて、
ここら辺の取っていこう。足めっちゃ速っ。 OK、 よし行こうか。行くぜ。待ってろ。あ、アイテムあった。しっかり取っていこう。陥落危機だと。でかめちゃんこでかいやんこれ。おらっ。で、魔力解放もするよ、この後。魔力解放。そして、切りまくる。おらっ。くらえ。全然効いてないな。よし。よし。ウィークポイント。今のうちに攻撃しまくれ。おらっ。おらっ。なるほどな。よし、避けて敵の正面におらんように。うおー、すごい攻撃するな。しかし強い、硬い。爆弾とか投げてる。お、仲間が青く光ってる。っていうことは強くなってんな、やる気が。ほら、これもしかして頭の方が食らったりとかするのかな。全然こいつ攻撃してこんぞ。うわー、今のは回避か。今の回避しとけばよかったかな。よし、で正面向くな、こいつやばい。よし、 OK、 サイドに回り込んで。こいつ強いわ。何、ゼルダとかおらんのか。来てくれ、硬すぎる。はいはいはい、全然食らわんぞ。やっぱ顔狙わないかのかな。顔狙ってみよう。ほら、そういうわけでもない。うおー、よし。え、なになに、バッテリー、ちょっと待って。よし、戻ってきたぜ。戦場、戦況情報。あ、こういうのもちゃんと見れるんだね。ゴロン隊長おるぞ、ゴロン隊長。あ、敵のも見れる。戦況。キングドドンゴの撃破。これが勝利条件なんか。キングドドンゴも、ハイラル城に攻め入ってきそうやな。もうちょっとで。やばい。よし。回避回避。OK。すごい、弾をね、口から放出するよね、これ。どうしたらいいんだろう。どうやったら効率よく倒せるんだろうな。でもまあ、ボスだから、こんなもんだろう。もしくは、まあ、砦をね、敵の砦を全部こっちの砦にしとったらよかったんかもしれんね。やばい、まだ半分だよこいつ。巨大な敵は体力も攻撃力も高い強敵です。有効なアイテムを見つけて隙を見てアイテム攻撃を当ててみましょう。あー、なるほどな、わかった。口に爆弾入れるとかやろ。うおー、びっくりした。待て、来るぞ。 OK、 ダメか。よしよしよし、回避回避回避、来い。もうしっかりガードボタンを押しとこう。いや、ダメやな今が。よし、食べた。 OK、なるほどな。確かにこういうギミックあったな。よし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 、来た。うおー、かっこいい。こういうことか。あ、一気に倒せた。
ラッキー。なんとかしのいだな、本当に。敵の魔導士に城を乗っ取られました。ほんと、ゼルダさんはどこ行ったの？体験使いインパ。ゼルダ様の行方が知れぬご無事だとは思うが、ゼルダ様を探さねばならぬ。それにお前の力が必要だ。来た。濃いな、凛々しいよね、リンクって。力、知恵、勇気からなる万能にして究極の力、トライフォース。その力をめぐり善と悪との戦いがこういう時なんか喋りたくなるよね。繰り返されてきました。ちょっと静かにします。悪しき者がトライフォースを手にし、ハイラル王国が魔物たちに襲われるたび、必ず緑の衣をまとった勇者が現れ、災いを打ち払いました。最後に悪しき者を倒した勇者は、同じ災いが二度と起こらないように、邪悪な魂を四つのかけらにして別々の場所に封じました。三つのかけらは時空の彼方に、最後のかけらは聖地に築かれた神殿の中に、大麻の剣によって封印されたのです。マスターソードか。そういう話があったんだね。クリアタイム17分57、撃破数1771。いやー、まあこういう戦績はね、まあいいのか悪いのかわかんないけど、すごく楽しかったよ。ルピーを手に入れました。手に入れたルピーはショップモールの各ショップで使えます。なるほどね。じゃあ今回はね、こんぐらいで終わりたいと思います。ガチャオツ。